Hello everyone. I'm Suda 51. CEO of Grasshopper Manufacture. Thank you. 今日は、僕はですね、ファイプロのディレクターとして上がってるわけではありません。ですね、実はグラスホッパーからですね、Xbox 360で、ゲームを出してほしいと、世界中のファンの皆さん、そしてプレスの皆さんから、プレッシャーをかけられてきました。そして、今日皆さんにですね、やっとその発表、声に応えることができます。そして僕自身もですね、ずっと MS さんと、MS さんじゃいけませんね、マイクロソフトさんと一緒に仕事がしたいとずっと前から思ってました。そして長い時間かかってしまったんですけれども、かなり長いお見合いの期間でした。相性はバッチリです。マイクロソフトはデビッドボーイが大好きです。そして僕もデビッドボーイが大好きです。そして今日皆さんにですね、結婚の報告ができます。いや、結婚じゃありません。パートナーシップですね。はい。実は、今日の発表までには1年間ぐらいかかってます。去年のちょうど、東京ゲームショーですね、マイクロソフトのレドモンドの皆さん、そして日本の代田橋の皆さん、キネクトのゲームを瀬田さん作りませんか、もちろん作りますと。で、まあ、どんな企画がいいかって話をしたら、ちょっと僕の中でも一番、ハードコアで、そしてパンクスタイルで一番ふざけた企画をですね、提案したんですね。そしたら皆さんが面白いと、すぐやりましょうということになって、まあ、そこからトントン拍子に、契約が進んだわけではないんですけれども、無事に契約が締結しまして、今、マイクロソフトさんと今ゲームを作っています。キネクトが発表されるまで、僕たちというのはですね、コントローラーに縛られて、ゲームを作ってきました。ですけれども、今回このキネクトというのは、手に何も持たずに、全く新しい革命をですね、僕たちゲームデザイナーの手で生み出すことができます。そして新しいゲームを生み出すのが僕たちゲームデザイナーの仕事です。グラスホッパーはですね、新しいインターフェースで新しいゲームデザインを作ることに、まあ、自信もありますし、一定の評価をいただいています。これはキネクトでも同じことが言えます。まあ、ゲームの詳細については、まだあまり詳しくは言えません。うちのゲームはですね、すいません、いつも詳しい話ができなくて申し訳ないんですけれども、ある程度のヒントは皆さんに今日話したいと思います。今回のプロジェクトではですね、まあ、銃やそして剣といった、まあ、こういった武器を使わない、非常にコアなアクションゲームになっています。グラスホッパーの最大のファンはですね、世界中のハードコアゲーマーの皆さんです。そういった人たちに向けて今回、このゲームを作っています。ちょっと話が長くなってしまったので、皆さんにトレーラーを見ていただきたいと思います。Thank you very much. Please view the video. Thank you.